2018年6月13日10時15分3月末に NHK を主査局してフリーになった有働由美子アナが、10月から報道。番組、ニュースゼロ、日本テレビ系のメインキャスターに就任することが6月6日、明らかになった。ニュースゼロ、日本テレビ系は、2006年の番組開始当初から元在。務め官僚だった村尾信孝氏が12年間キャスターを務め高い人気を誇ってきました。有働アナへのバトンタッチにはネットでも意外な展開でした。帯でキャスターやるとは思わなかった、といった驚きの声、すごく楽しみ、夜の顔になるんですね。などの歓迎する声、中には、桜井くんの代わりに命が来たりして、と一体、身まで飛び出しています。スポーツ指揮者、これに対して有働アナ自身も、身の引き締まる思いがします。村尾さんたちが築き上げてこられた、ニュースゼロの信頼を守るべく、できる努力をすべて尽くしていきます、とコメントしている。有働アナはタレントとしてよりもジャーナリスト、として活躍したいという思いが強かった。そういった意味では、今回のキャスター就任、は本人の希望通りではないでしょうか。これまで有働アナが司会を務めてきた NHK スペシャル AI に聞いて、見たどうすんのよ、日本は2020年まで続く長寿企画、当分の間は NHK と民放の二刀流が続きそうです。女性